政治家、ジャーナリスト。中国青年党結成メンバーの一人で、中央執行委員会委員長、主席などの最高指導者を務めた。旧名は、正僧、及び長。北宗の政治家、官の人となりをしたい、後に尚、と改めた。ちなみに、字も、母官である。父が、厚生省に、地方管理として赴任することになったため、空一家もこれに従った。 1908年、競林中学を卒業したが、父母が相次いで要去り家庭事情が苦しくなったため、施線に戻っている。その後、生徒法制学堂に入学し、さらに、生徒商法などの新聞紙で、ジャーナリスト活動を開始した。侵害革命前後は、実際に革命活動には参加しなかったものの、引き続き言論活動に従事している。 1913年の第二革命では、革命派に直接参加したが、敗北したために故郷に隠れ住んだ。翌年、上海に移り、新丹学院で法律を学ぶ。この時、後の中国青年党結成メンバーである、沙俊生、李ーラと知り合った。1916年春、日本に渡り、東亜高等予備学校に入学して日本語を習得する。 同年が秋、中央大学に入学し、憲法、行政法を学んだ。この時、家営通信社を創設するなど、出版活動に従事している。また、長君副壁に際しては、両警長に手紙を送り、慎重な対応を促すなどした。1918年5月、日下陸軍共同防敵軍事協定が結ばれたことに抗議して、祖は、 中央大学を中途退学して帰国する。同年7月、北京で大光石、李大将らと少年中国学会を組織した。祖は、その後上海に移って、旧国日報を創刊し、また昌平林に指示した。翌1919 19年、54運動が勃発すると、これを支持する論評を次々と発表している。この年の8月に祖は、 フランスに渡り、リコーラと協力して、パリで、パリ通信社を創設した。1923年12月、ソヤ、リラは、国家主義、反共主義を理念に掲げる中国青年党を、パリで結成し、翌年4月、第一回党大会を開催してソバ委員長に、選出されている。翌年9月に帰国し、翌月、青年党を帰還し、政治を上海で創刊した。 1926年夏、上海で第一回全国代表大会を開催し、蘇が中央執行委員会委員長に選出されている。同時期に中国国民党が北伐を開始すると、ソラ青年党人士はこれに反対の言論活動を展開した。しかし、北伐は順調に進展し、蘇は上海から逃れて北京に移り、引き続き、 反国民党の立場を維持する。この姿勢は、上海クーデターにより、小解析が南禁に、反共の国民政府を樹立しても変わらなかった。1931年に満州事変が勃発すると、空青年党は政党間対立の停止を主張し、国民党への攻撃的言論の停止などを宣言した。しかし小解析が召集した。 国難会議には、ソラは、その設定過程に不満を持ち、参加していない。1937年7月のザ山会議から、ようやく青年党として公式に、小解析への協力を開始し、翌年、ソは、国民賛成会賛成員となった。1939年、重慶で、非国民当初派による、建国同志会が結成されると、ソはこれに参加している。また、 同年に中国国民党が5期後中全会でこと等制限活動弁法を提示するとこれに反対を示した。1941年夏、祖は香港に赴く。10月に建国同志会が開祖され中国民主政団同盟が結成されると引き続き祖はこれに加わり両層倶と帰還し公明法を刊行した。同年12月、香港が 日本軍により陥落すると、蘇は日本側の庇護の下で上海に移る。蘇は王朝明政権から甲子院副委員長などの地位を授けられたが、実際には就任しなかった。戦後、蘇は四川に戻る。同年の第十回青年当然国代表大会で蘇は主席に選出された。1946年1月に重慶で開催された。 政治協商会議にも、ソは青年党代表として出席している。この前後から、ソラ青年党は国境和平交渉への反対姿勢を公にし、小介席への積極的支持に転じた。同年11月、ソラの青年党は中国民主社会党とともに政権国民大会に参加し、両党は中国民主同盟を脱退している。 1948年3月の雪乗り国民大会にも出席した。同年10月より、しかしその会もなく、国境内戦で国民党は敗退し、台湾へ逃れる。青年党も台湾へ移ったが、祖は引き続き、アメリカに泊まり直接指導は行わなかった。1951年5月7日、ワシントン DC にて病没。去年60、 ありがとうございます。